ただやっぱり、はい、うん、あの演じるお仕事なり伝えるお仕事は、うんうん、続けたい。まだやっぱ夢が全然叶ってないから、やりたいことが。演じる方ですか？そうそうそう、あの元々私、うん、あのお芝居とか、うん、歌歌いたい、アイドルになりたかったから、うん、そうですよね。デカ盛りで1枚出してるんですけど、もうインディーズなので、知らなかった。人生、私もなんかコロナ禍になってから、はい、うん、この間あの朗読劇の舞台が一つ終わったんだけど、そう行きたかった。いやでもそれもさ、今この時期だから、うん、誰かが発熱なりしたらもうそこで声中止、うん、そっかそっか、最後までできたことが本当に奇跡です。ですよね、うん、結局は偶然とか奇跡って全て必然だと思ってて、うん、でそれを考えたら、なんかもう今ここにいることとか、今こうしてることだけでもなんか感謝だなと、本当、うん、そうなったね。ですよね。より感じるようになった。もうなんかコロナぐらいから、うん、ようやくこうまた誕生してきた感じがして、再生というか、うん、原点回帰というか、うん、だからね、コロナでさ、うん、この期間で失ったりも、土壇場で落ちてしまったりする人もすごく多かったと思うんだけど、私はもう仕事も失ったしね、お金も入んないしって、そういうのはあるけど、でも逆に言うとみんなそうなんだっていう勝手な仲間意識で、そうですよ、私はちょっと楽になっちゃって、焦りがなく、みんな一緒、みんな一緒だから大丈夫って思える。そうそう、本当支え合って生きていけば大丈夫です。そして情熱があれば、そして諦めないことなの。そうね、そうね、それはすっごい思う。だからずうずうしく、私この年になっても、うん、やっぱタイヤとかね、朝ドラとか歴史好きだから、いつかそういう場所までたどり着きたくて、ね、え、タイヤって NHK ですよね。そう、あ、歴史ものに出たいの。それいいかも。ちょっともうね、すごい言ってるの、いろいろ紹介します。でもね、事務所にも言ってる、はい、ホリプロさ、みんなやってるじゃない、うん、同じ事務所だ、なんかチャンス、ね、オーディションはと思ったけど、うん、一切ないし、あの結果言われたのが、歴史上で大林さんみたいに背が高い人いませんよと。え、だからいいじゃないですか。役がないみたいに。かぶっちゃっても、はい、まあ、希望、ね、そうですね、諦めないとか、何でもいいですか、結婚するとか、うん、あ、いいんじゃないですか、それちょっとでも、はい、多いからな、結婚する。私はもう自分のいつも言い続けている、はい、人にも言っている、え、大きく書いて名前、名前、書道ね、うん、私発球、発球はだって10級から始まった発球なんで、2ヶ月目で挫折しました。発球の腕前をできた。なぜかというと、あの左利きだったのを書道で右利きにして、だからちゃんとした持ち方、なんかこうやって持つんでしょ、書道。え、左でいいですよ。いや、もうあの書道をやり始めてから字を直したのよ、右に。だからそのための書道だから発球っていう。え、すごい、わ、左利きなのに。そうなの。じゃあちょっと大きく書いちゃいますね、はい、私はこれ、私はこれです、これしかない。字が合ってる。え、ちょっと待って、どう、うん、書き順が今分からなかったな。書道になると書き順分かんないね。確かに、そう、これだよね。はい、そうそう。え、く、く、いや、た、た、た、はい、こうだ。あ、こうやると、綺麗、綺麗。わあ、え、すごい綺麗だと思う。ちょっと小林元子の、もう書き方忘れた。私も自分の名前間違えてセクレットさんに書いてる。最悪だよそれ。え、本名？本名です。え、本名で間違えるって。本当ありえないですよね。どうしたらいいの？わかんないです。わあ、綺麗じゃないですか。自分の私もちょっと間違えそうな。夢の字が、はい、夢です。夢を諦めず。あ、いいですね。今日ね、園山真紀恵先生に私の将来が大丈夫と言われたんで、夢を持っていきたいと思います。期待しましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、確かにちょっとわ、書けない、これちょっと、いや、なんかさ、擦れますが、え、これちょっと一回濡らしてからがいいですか。まあ、いいか。あれ、うわ、じゃあ
大きな素敵愛のもと。やった嬉しい、はい、やっぱお上手素敵いえさすが。じゃあちょっと一人本当に一人の方がいい気がするのでいきなりでも紹介されてもいや紹介っていう風に言わないで相手には、うん、相手には普通に私の YouTube の、うんロケで、うん、で私がその脳洗浄なのか、うん、なんかちょっと人生相談コーナーみたいな。